住友商事、例えば当社の場合は今66カ国130拠点、会社の数でいきますと連結対象で950社が、まあ、世界中で、おりまして、連結の人員で7万人おります。でこれがどういうことになっているかというと、ここに書いてございます通り、産業分野ではいろんな分野に行ってます。これは金属だとか輸送機だとかインフラストラクチャーだとかメディア、生活関連、あるいは資源エネルギーとか、まあ、あらゆるものに広がっている。その事業がこの地域時期で申しますと、グローバルに世界中、先ほど申し上げた通り66カ国で展開をしている。そしてもう一つは機能軸ですね。どんなやり方をやってるんだっていうのは、販売だけじゃなくって、ファイナンスもやれば、物流もやれば、鉱山経営もすれば、あるいはその製造業もするということで、非常に多様なビジネスモデルを世界中でこういうことをやってますので、この3次元のこの座標軸の中の空間にですね、山のように当社の事業機会であり、事業の現場がございます。でここで映しておりますので、それぞれがその現場、7万人の人たちが、皆さんがその何らかの SDGs、いわゆる社会の課題に向き合って仕事をしているということでございまして、そういう意味では住友商事、総合商社のビジネスモデルというのは、こういう3次元の空間に浮いている、まあ、SDGs に向き合う現場の塊だというふうに思っていただければ分かるんじゃないかと思います。じゃあ SDGs というのは住友商事にとって新しい概念なのかというと、全くそうではございませんで、右の方に自利利他公私一如と書いてございます。これは住友の事業精神を代表する言葉でございまして、自利自らを利するとともに、利他他を利する、いわゆる社会を利する、そういうことが公と市が一体なんだという意味でありまして、住友事業は住友自身を利するとともに、国家を利して社会を利するほどの事業じゃダメですよと、こういうことをずっと400年にわたって守ってまいりました。したがって当社、先ほど申し上げた通り950の連結事業会社があんなな世界中にございますけれども、すべてこの考え方に基づいてやっておりますので、 SDGs に何らかの向き合いをしているというのが、まあ、総合商社じゃないかというふうに思います。そんな中で、そう申しましても、住友商事の事業は先ほど申し上げた通りいろんなことをやってますので、どれも一つの言葉では収まらない。で一方で自利利他公私一如、これは分かるんですけども、非常にあまりにも普遍的で、理念あるいは事業精神というのは非常にこの理念として普遍的なんですけども、こういうたくさんのものを束ねるのはいいんだけども、もう少し具体的なものが必要だよねということで、下に書いてございます住友商事グループのマテリアリティ重要課題というのを特定をいたしました。これは住友商事が当社の強みを生かして、特徴を生かして、特にたくさんある社会課題の中で何に向き合っていくんだというのをあえて特定をさせていただいたということでございます。左に書いてあるこういう SDGs17 ゴールを左に置きながら、当社には約100種類ぐらいのビジネスモデルがございまして、100種類のビジネスをそれぞれどのSDGs に向き合ってるんだというのを紐付けていく、関連付ける作業を徹底的にやりました。その結果としてマトリックス、相関図を作って、特に僕たちはどういうその課題に向き合ってるんだろうというのを抽出をして、新たに6つのマテリアリティを特定させていただきました。これが当社が特定をしましたマテリアリティ6つでございます。ここに至るには、先ほど申し上げた通り、今社内の横断的なタスクフォースを作って、現場の人たちを巻き込んで会話をして、どういう価値創造をしているんだというのをまとめていく一方で、国際機関の国連、あるいは世銀、IMF、いろんなところ、あるいはシンクタンクとかですね、自ら私も参りまして、直接皆さんのご意見も聞きながら特定をしてまいりました。
ややもすると総合商社ですから、あまりにもたくさんやってるんで、相場的になりかねないんですが、できるだけ我々の特徴を生かすということで、例えば快適で心が躍るっていうのはどういうことなんだろう、より楽しい生活につながるように、例えば当社 J-COM だとかショップチャンネルだとか、いろんなメディアの映像関係なんかもやってますけども、そういうのをぜひやりたいな、あるいは多様なアクセスという言葉を使いましたけども、これは当社の場合は例えば後でご紹介するかもしれませんが、途上国で携帯電話の事業をやってますし、日本では IT のネットワークもやってますし、 J-COM そのものも530万世帯につながっている非常に重要なアクセスでございまして、このあたりを6つを定めて、これを経営の根幹に据えるということで、経営会議と取締役会で決議をさせていただいています。例えば今新しい、今当社の場合は3年間で1兆円ぐらいの投資をするんですが、どんどん投資案件が上がってまいります。でも投資案件が上がってくる審査の段階では、まずマテリアリティ上でどういう位置づけなんだということを担当者がストーリーをきちんと語らないと審査がスタートしません。そういうことを始めております。またいろんな新しい案件のプレスリリースなんかもさせていただいてますけれども、必ずプレスリリースを出したときにはマテリアリティに関連付けて、こういうマテリアリティに私たちは取り組んでいますというのを自己表現をさせていただいています。それからもう一つと付け加えておきたいんですが、当社の場合は中期経営計画、大体3年ぐらい の経営計画で動いているんですが、来年度から新しい計画に入ります。ここに向かっては今まさにその次の当社の中期経営計画の根幹にこういう考え方をきちんと埋め込んで、各事業部門、各本部の事業戦略がこういうマテリアリティの中でどういう意味を持って、どういう価値に向かって、どういう課題に向かっていって、どうやってどういう価値を生み出すんだと、これをストーリーをちゃんと語らないとダメだというシステムにしておりまして、これ以降はきちんとどういう進捗をしているかというのをレポーティングをしていきたいなというふうに思っております。今日お招きしているのは取り組みをしていらっしゃる方なので、その SDGs のそれぞれの取り組んでいらっしゃる中で、どの目標をまず起点、起こす、起きるというですね、起点、始まりの点ですね、軸と考えてもいいと思うんですが、どの目標を軸に SDGs を捉えて広げていく、実際の SDGs の達成を視野に動いているかということをお話しお聞きできたらと思います。商社の事業は多岐にわたってますので、これということが定型的には言えないんですが、特に特徴的なのはやっぱり住友商事も含めて総合商社っていうのはいろんな新興国でいろんな事業をやってます。そういう意味でちょっと今回ミャンマーの例を少し参考にしながらお話をさせていただきたいんですが、スライドを見ていただきます。ミャンマーはご存知の通り長い間鎖国状態にありました。で、それでも5000数百万人の国民がいて、今ようやくそのまだまだ政治的な課題は多いんですが、国民の生活が近代化をし、生活レベルが徐々に向上しつつあります。そんな中で、当社がどういうことをやってるかなんですが、携帯電話の事業を KDDI さんと一緒にやっておりまして、今これ2012年頃にですね、まだ携帯の普及率ってわずか 10% そこそこだったんですが、あれから約5年、今もうミャンマーでは 100% の携帯の普及率まで伸びています。それほどにミャンマーの人々の生活を変え、人と人をつなげ、人と情報などいろんなものをもうつながりを生んできたというのが当社であります。で、これはこの一番上に書いてます暮らしの基盤づくりということであり、ここからこの8番のところに生きがいも経済成長もと書いてございますが、生きがいがどん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 大きくなる一方で、やはりそれだけつながりますと次の経済活動につながっていくということで、例えばこの我々の携帯事業の先にはデータ通信がどんどん加わってまいります。そうすると人や国の不平等をなくす、あるいはどんどん次の経済成長の事業につながっていく、
あるいはコンテンツをどんどんこう増やしていきます。例えばモバイルの決済などの周辺事業にも拡大をしていきますので、まあ、そうすると目標の9番の産業と技術革新の基盤を作るというところにもどんどんつながっていくということで、先ほどお話があったような、まあ、そういう SDGs が複合的につながっている、それが統合的にされていくということで、まあ、商社にとりましてはそういう暮らしの基盤づくりをしながら国づくりも貢献する。国づくりというのは、まあ、単に、まあ、そういう経済成長のだけじゃなくて、そのインフラとなる、今これ鉄道の写真を入れてますが、これは我々は古い鉄道の路線があるんですが、これはガタガタの状態でこんなくねくねだったんですけども、まあ、これをミャンマーの人たちにどうやって保線をして修理をするのかというのを我々が応酬をして、彼らがまっすぐにすることで、なんとこの今までは時速10キロか20キロで走ってたんですが、60キロぐらいで走るようになって、輸送量がもう格段に増えたと、まあ、こんなことにもお手伝いをしながら、まあ、徐々にその国のステージに合わせた国づくりにも貢献をするというようなことをやっております。まあ、そういうことで我々としては、まあ、中長期的な視点を持って、まあ、そういうミャンマーに限らずですけれども、まあ、いろんな国の発展に貢献をしていくということで、そういう統合的複合的な SDGs に向き合っていきたいというふうに思っております。日本国内でも実はご存知の方おられるかもしれませんが、鹿児島県の薩摩川内市というところがございまして、そこの離島に甑島というのがあります。離島ですので、まあ、電力っていうのが、まあ、どういうふうに安定的にこう確保されるかって非常に重要なんですが、離島で実は我々がやり始めたことっていうのは、まあ、昔の小学校、もう廃校になってますけども、小学校の運動場にソーラーパネルをいっぱい作りまして、そこで太陽光発電をします。で、太陽光発電は非常に不安定ですので、そのままグリッドにつなぐことができないんですが、我々はその横に蓄電池をたくさん置きまして、蓄電をして直接グリッドにつなぐということで、安定的に電力を供給できるようにしました。ここの蓄電のところがですね、非常に変わっておりまして、当社はもう長い間電気自動車がおそらく相当か普及をする時代が来るということを考えていて、こう電気自動車で使われた後の使用済みのリチウムイオン電池が必ずマーケットに戻ってくる。これ大体まだ7割とかぐらいのキャパシティ持ってるんですね。で、それは単に捨てられるんじゃなくって、これを二次利用をしようということで、コンテナハウスのようなところにきちんとそれを置いて、要は電気自動車で使った後のいわゆるリユースのバッテリーで蓄電をして、そして離島の皆さんの電力を安定的に供給するということをやり始めました。で、これは事業活動としてやっておりまして、まだまだ実証実験ですけども、これがうまくいくと、おそらく離島はたくさんありますし、世界中を見るといろんな小さな島いっぱいございますので、これって世界に展開できる古式モデルができるんじゃないかということで、まあ、企業活動としても非常に夢のある話である一方で、やっぱり薩摩川内市の古式島では大変地域のためにもなっているということで、まあ、そういう意味でこう両方ビジネスの面でも、あるいはそういう SDGs に向かうその社会の課題の解決という意味でも一つの例じゃないかなというふうに思います。それともう一つありますのは、先ほどお話の中にやっぱり13億人の電気のない人がいるということ、まあ、これは現実でありまして、まあ、それでもやっぱり電力っていうのはライフラインですので、経済成長するにも生活向上するにも必ず必要だということからすると、やっぱり安価な電力をきちんと供給しなきゃいけない。まあ、国によっては天然ガスは枯渇をしていって、もう輸入石炭を燃やすしかないという国があるんですね。 でもこれっていうのは環境負荷が非常に高い。で、これの問題と、そこの国の、まあ、2億人ぐらいいるんですが、そこの国の人たちの生活レベルを上げていくための、まあ、そこのプラスサイドとネガティブとどういうふうに見ていくかというのは、これは非常に難しい問題で、まあ、当社マテリアリティを制定をして、これから議論を深めてまいりますけれども、まあ、我々はどういうものをどういうこのコストをかけてネガティブなものを抱えながら
このオポチュニティというかですね、そういうこうプラスサイドを出していけるかというのをうまくバランスさせながらやっていく必要があるということで、非常に難しい問題に入っていったと、まあ、そのスタートに今我々立ったということで、これからが大変だなというふうに思っています。やっぱり将来の企業の価値っていうのは変わっていくということだと思うんですね。もう皆さんご存じの通りで、今テクノロジーの進化っていうのはもう破壊的でありまして、ものすごい勢いですごいものになっていくということでありまして、まあ、その時に例えば世界中にドローンが飛ぶと、輸送とか移動のコストっていうのは非常にもう限界費用はゼロになります。もう情報なんかほとんどゼロになってますよね、コストはね。でさらに言うと、先ほど話にあったような本当に蓄電池の技術だとか、あるいは太陽光のパネルのコストがどん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 下がっていくと、本当にエネルギーのコストも限界費用ゼロの時代が来る、まあ、そんな時代が来た時の価値観、この時の価値って何なんだろうと。で住友商事が例えば年間1000億円を生み出す利益、今日の1000億と10年20年先の1000億って同じだったら全く意味がなくって、そこに自分たちがどんな社会的な価値だとか環境的な価値を出してるんだということがきっちりないとですね、ダメなんだろうというふうに思ってまして、まあ、そういう文脈の中で我々としては企業の価値そのものが、価値基準が変わっていく中でもちゃんと社会に役立つ価値を提供し続ける、創造できる企業体でありたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。